泣いたらあかんで、通天閣は、坂井菊子による日本の小説である。2012年5月15日に小電車より、出版された。2013年には、読売テレビにより、木並遥主演で、テレビドラマ化、映画化された。大阪、新世界の下町商店街を舞台に描かれる、父子の涙と笑いの人情喜劇。新世界北側のどん詰まりにある空き店舗も目立つ。 廃れた、商店街に母を亡くし不器用で喧嘩っぱやい父と、祖母の三人で暮らすラーメン屋、味押しの一人娘、戦士を、主人公に、商店街のおせっかいで熱苦しいほど、情の濃い人間関係の中、大阪弁の勢いのある掛け合いを通じて、戦士の恋愛や亡き母の秘密、父子の絆が描かれる。著者が、編集者との雑談の中で話した著者の父の逸話が、 面白かったことで、関西の父子の物語を書きませんかと提案を受け、著者自身の原点、土壌のようなものを描きたいと著者の父母をモデルとして、執筆された。読売テレビ開局55周年記念ドラマとして、2013年3月26日から28日まで、読売テレビで0時28分に1時23分に放送された。このほか、読売テレビで制作。 放送されている番組のレギュラー出演者がそれぞれ、早くで出演している。2013年日本民間放送連盟賞、番組部門、テレビドラマ番組優秀賞受賞。さらに、劇場映画版として2013年3月23日から3月30日に、開催された第5回、沖縄国際映画祭ピース部門に出品され、3月24日に、公式上映された。 小竹製作により舞台化され、若木 F 脚本、演出、赤井秀和、三倉真奈主演により、大阪小竹座にて2018年2月1日から2月10日まで上演された。ありがとうございます。